はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、先日ですね、椎茸のコマ打ちをしたんですけど、楽しさがですね、それを今度は立てかけるっていうや、土台をね、作ってくれたんですけど、もう笑いが出るくらい貧弱なビヨンビヨンしたつ作ってくれたで、もうね、笑いが止まらない。10分ぐらいで作ったじゃん。10分ぐらいで作ったのはいいんだけど、あんなさ、部屋、お風呂とかトイレとかさ、 DIY で綺麗にする人にを、基礎的なところは本当に人だよね、苦手。どこをどう支えたらなんかちゃんとね、支えになってるかっていうのが分かんないのね。いや、まあ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 、面白いのも、いや、もうね、それよりか早く作ってパパってやりたいね。まあ、ちゅうかって、今日はとりあえずの土台を作ってくれたので、それにこう立てかけていくっていう作業をします。本当は中で仮伏せって、なんか置いとかなかったっけな、なんか寝かせて、日当たりのいい林の中って書いてあったんだけど、日当たりのいいところがいっぱいあるけどね。でも林の中じゃないから多分ダメなんだ。その風通しとかの問題かな。多分そうだと思う。風が多分直接ブワッと当たらないようなところとかってことなのかなって思って。まあよくわかんないけど、もう立てます。いいでしょ別に。いい。何も言われてないでしょ。こうやって打つんだよって言われ、教えてもらっただけやろ。まあその中黒いのをかければいいんじゃないもう。あ、そう。うちはね、まあ後からお話ししますわ。とりあえず今日は、作ったやつをね、立てかけていくのをメインに、で前回までに作ってたやつが今どんな状況かっていうのもちょっとお話しして終われればなと思っております。ゆるい内容ですけど、よかったら最後までつけよろしくお願いします。チコでやってみましょうか。あ、じゃあ先にその前回までに作った方ね、これが奥ちゃんと一緒にね、土台を作って立てかけたんですけど、これ椎茸ね、一応ね出てるんですよ。乾燥しちゃう、ほら出てきてるんですけど、触るとですね、もうガチガチ、干し椎茸みたいになってるの。多分ここ風が強すぎて、これはもうわさわさ吹くでしょ。抜けますもんね、風がね。だからね、全部こんな感じです。カッチカチなの。ちっちゃい、まだサイズがちっちゃいうちからもうカチカチになって、これ以上大きくならないっていうような状態。だからね、ちょこちょこ出てんのよね、椎茸ね。家の裏とかの方がいいのかな。ほら、出てるんですよ。出てるんだけど大きくならないの。だから風をどうにかした方がいいかもっていうご意見を多分いただいてたと思うんですけど、もうまさにそう、まさにそれ、だから それを風通しをね、直接当たらないようにするために、あの黒いネット、 あれをつけようかなというふうに考えてます。だから一応アルコチャルっぽいから、家にねえねえあるって言ったね。そうだからそれをやって、まあ、ちょっと対策してみようかなと。せっかくね、いい場所やから、ちょっと風だけが問題かな。家の横とか持ってっちゃう。いや、だからそれだと、だからその木の下がいいらしいのよね、木の下、日当たりの問題の次。そう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 、まあ、どっちでしょ。じゃあもう黒いのしてないかってことだよね。そう、黒いのしとけば多分いいんじゃないかな。場所的にはここはほら、一応なんか条件はクリアしてるじゃないか。風だけやね。風が一番の問題やから、その風対策さえしとけばいいと思うんだよね。これ全然ならんね。そうなってたんだ。だから出てたんだけど、多分大きくなってないっていう。だからほら、出てるじゃん、ちょこちょこ。だからこれがね、家の裏のとこにあった時に、これがどんどんもうバーって大きくなって、雨のたびにこうボン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 出てきてたっちゃわ。だから大きくなる前にもさ、この風でピカピになっちゃってんじゃないかなと、感想的に、感覚的に。カピカピやもんね。そう、もう買ったやろ、もう干し椎茸マジで。だから、だからもうこういうちっちゃいのも硬いもんね、ほら。最初出てきた時はこんなんじゃないもんね。まあ、黒いの出してみようか。うん、ちょっとやってみよう。ね、ほいで、これが前回お待ちしたやつです。で、これをですね、もう近くではちょっとあまりお見せし、近くではもうお見せしませんけども。ですね、あのあり合わせの木材を使ってですね、もう釘でドルルって打ってくれましたので、10分です、はい、ビヨンビヨンですまあちょっとね、これにじゃあ立てかけていきましょうかね。まずじゃあしていこうかね。なんかこうか、こうか、
所って昔ね。そう。もう置いていけば。もう置けばいいっちゃう。よかね。互い違いにやっぱした方がいいっちゃうか。じゃない？って言って。あっち、あっち土台まで行かんじゃん、それだったら。ね、全然いかんな。全然いかんわ。重っ。もうそこぎゅうぎゅうに入れる感じ。うん、ぎゅうぎゅうにそっち入れるの。まあ別にどうでもいいね。ちょっとあれいらんじゃんな。まあ置いとけばいいね。腐っちゃった。次に来た時は腐っちゃるわ。いやまだほらまだあっぱじゃん。また打つと。また打った方が良くない。いやこれまだそっち使ってじゃん。よいしょ。うん、こっちぶつかってるけど。いいんじゃない？ダメなの？知らない。なあもう知らない。もう分かんない。適当よ。めっちゃ適当よ。あれ当たらん方がいいのか。椎茸が出てくるかね。椎茸が出てこないよね。なんかそうだね。そうだね。ブリンってなっちゃうよね。そうだね。いいんじゃないこれで。もうないかな。ああ、それっぽくなってきたね。ようやく本数が増えてようやく。ええな。で広げるかちょっとね。わざわざ狭くせんでいいんだね。一本ちょっと。こうやな。あ、でっけえもんね、ここだね。もうちょっとね。もういいじゃん。いい感じじゃん。それっぽいよ。うんうんうんそれっぽいよ。俺が作ったの今は使わなかった。以外で使わんで。せっかく10分作ったのに。絶対潰れるやろっていうような構造のやつ。で、あの黒いのを持ってこんない感じじゃん。じゃあね、じゃああれをネット持ってきましょうかね、うん。なんか直接こうやってかけるっていうよりも周りをこう囲んでる。周り木と木のところにかけて周りを囲んでできてる感じかな。日がないからね、しょうがないみたいな。画像で見て。ほら、こんな感じ。本当やね。これ量が多いからやろ、多分。あ、でもほら、風よけネット。やっぱ風で、乾燥ね。そうそう。寒風に弱いから。どうするよ。しょうがねえよ、これで。持っていこうや。風に弱いから、だからこうやってしとけばいいってこと。うん、とにかく風に当たらんければいいんだよね。
まあいいんじゃない？いいんじゃない？どう？すごくいいと思う私。風ない本当。接触感のがいいっちゃろうだから。ここ下からふわってくるけど。いや。それはいいのかな。いやだからさ、いやあのほら動画を見たわけよ、他の人がやってるやつとか。木の周りによ、あ林の中、その原木を囲むように周りに風を、あのネットを張ってるだけだから、ビューって吹かなければいいじゃない、さーって通る風は別にいいってことじゃないの。 それ言ったらさ、絶対もう外ですんなって話じゃない。外で作んじゃねえよってことになるじゃん。もうダメだときゃダメでしょうがねえよ、もうだって、うん、でそもそも、まあ、その場所を変えるしかないね、うん、ここじゃなくてね。いやだってそもそもだってほら仮伏せをしてくださいとかさ、仮伏せしてくださいほら、だから日当たりのいいとこになんかちょっと置いちょってから、それから立ててくださいみたいな。日当たりがいいってことはこれ日遮光ネットやからさ、お日様通さないやつじゃん。それはいっちゃろかっていう話になるし、わかりません。風が良すぎるよね、ここは。ここはね、風通しがいいのよね。昔は竹がいっぱいあった時は悪かったんだけど、風通しね。だむしろあの竹がいっぱいある時の方が適してたのかも、ね、あの時はおばあちゃんがやってたから。それはだってあっちの中でしょ、うん、こっちの中でね。いや、もう木だらけやったからさ。あー、確かにね。そうそう、うん、だもうこういうのしてたイメージあるけどね。だって置いてあったよね、黒いのが。どう、まあいいんじゃない、じゃない。まあ、またちょっと聞こうや。いやだからもうほら、あのね、もう聞く年代の人たちがみんな亡くなってんのよ、もう。そうなのよ。だからほら、まあ、これ気を分けてくれた人のとこも、いっぱい林の中で作ってんのよね。杉の木のね。杉の木。杉の木のだから林の中でさ、作ってるから、お母さんの方にまた聞いてさ、どげんすればよかとって。こんなな風でこんななったりしないっていう話をまたちょっと聞いてみて。だからほら、これでいいんじゃない、風が、まあ、ちょっとなるようにうなるよ、もうわからん。適当です。ここもなんかこうしたいけどね。まあいいか、よし、まあ悪いや、まあ、とりあえずこれでよしとしましょう。皆さんも多分言いたいことはいっぱいあると思うんですけど、あのちょっと好きにやらせてください。申し訳ないです。ここだけちょっとあれしたいね。何？知りたいね。どれ？ここだけ。このシャネ、ね、これ今度風よけ。じゃあ風よけになってるのかな。あ、これで？うん、まあまあ、そうだね。うん、風よけになってる。これがね、うん、意味があるのか。うんうん、むしろだからほら、金を打ってすぐだから、光を通さないやつをかけない方がいいかもしれないし。そこら辺はちょっと。調べてみないと。その時はもう家の裏しかないよね、風がないところ、うん、かなかもそこ中よね。でその中が通るよ風、あっちの方がひどいと思うよ。ちょっと、うん、ビューンってくるから家の上は、ね、そうそうそう、人も気がねえもんね、上。まあでもいいや、いいよ、もう分からん、もう考えても何か答えは多分出ないと思うので、まあひとまずこれで終わりにしたいと思います。あちこで、はい、最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。